さ、来る賞とは、向井さ、来るが、松尾場賞からの伝聞、昭文での論理、徘徊の心構え等をまとめた、徘徊論書。1702年頃からさ、来るが没した1704年に、かけて成立したと見られる。1775年に反抗されて、世に流フしたが、さ、来るの没後70年以上を経ていたため、本書が真実さ。 来たるの表したものであるか否かが問題視された。しかし有力な反証もまたなく、その内容は商風を語る上ではことごとに引用されてきた。商風の根本問題に触れた批評が多く証文の徘徊書としてよくまとまり、近世徘徊史上、商風廃論の最も重要な文献とされている。さ、クルショーをはじめとする原読の廃論は、 現代に比しても優れたところがあり、場所を研究者にも、初心に徘徊を学ぶ者にも良い指針となっている。安永半本は、戦士表、同門表、修行経の上中華三冊。伝来する写本は、戦士表、同門表、コミノル、修行の四部四冊により構成される。サビ、しおり、細海、か、ルミ、不液流行、果実、本意本上、匂い 面影など、将風の本質から符号の技法に至るまで多方面に渡る問題を取り上げている。馬蕉の没後、門人らの手になる廃論書が次々と刊行された。それらの中には、馬蕉よりさ、クるが受けた教えとは相反する論述も見られた。さ、クるはこれらに対して、己の理解するところを書き知るさんとし、かくて昭文随一の廃論書の筆は取られた。 クルは、関西でも、正門随一の皇帝であり、馬将も戯れに、関西の徘徊奉行とも呼んだほどの達者であった。さ、クル昭に見えるその思想は、馬将のそれを忠実に受け継いだものと言ってよい。馬将は門人に対して、非常に根節丁寧に指導添削を行ったが、廃論などを書き残したものは驚くほど少ない。これは馬将が自らを語ることを嫌ったためでもあるが、 自分の思想が自伝とされて、後世を縛るものとなることを恐れた節もある。ある時馬将は、遠方の門人より、付け句の作法を問われて十七箇条の説明を書き送ったが、将風の付け句は、この十七箇条に限るものと誤解されることを恐れて、捨てさせたという逸話があるほどである。ゆえに馬将の思想は、門人の書き記した小説より伺い知るしかなく、施設を、 文人それぞれに解釈したものを読み合わせる必要がある。土方のミノムシアン州によれば、1702年の春にサ・クルより、嵐山、鹿、竹やぶ、園の売りを題として、出句を依頼されたという。サ・クルは、同時期に、長崎の牛地を貢献し、苦州渡り鳥州の編纂を行っていたが、これは、故郷長崎を周遊した。 最の俳優との交流を記念したものである。サックルが土法に頼んだ4つの台は、京都の落師社にちなむもので、後の1704年5月27日付、土法半山宛書館にあるところの、落師社集編参のために出句を頼んだものであろう。この、落師社集とは、サックルが当初ハイロンとホックの双方を収める、文集の編参を志して、修句を行ったものである。 同じく、土方、半山宛書館によれば、その後1704年になって、落死者集から、さ、来る将へと台を改めた上で廃論の走行に、注力したと見えるが、1704年9月に、未完成のまま病没して廃論の実が残った。一部には、写本の形で伝えられていたが、安永期に、京都の井津屋が反抗したことによって一般に流布した。安永の、 クルショを観光に先立ち、江戸では、ハイカ海ゲミノル州と題する廃書が観光されていた。花、ミノル州はサ・キタルによる序と称する一文をつけ、サ・キタルの遺書であるとされた。その内容において、サ・クルショーと相通りずるところの多いものであったが、サ・クルショーではサ・キタルと、モンとモトの問答であるところが、花、ミノル州では、その角を中心としたものとなっていた。 このため、巨来章と、花、実ノル衆とは、少なくとも、いずれか一方が偽書であり、遅れて刊行された。さ、来る章は疑いを持たれ続けた。巨来章や、花、実ノル衆の内容そのものであるさ、来たるの遺著と称する論説が世に留付されたのは、安永半本が初めてではなかった。さ、来る一著の諸説はさ、来る生前に成立した廃書に一致するものが多い。 このことはまた同時に、この位置をなるものはそれら諸書に材料を得て、さ、来る数との手になるかのように作り上げられたものでは、ないかとの疑惑を持つこともできることになる。しかし、消文廃書の大多数は知られているにもかかわらず、それらの廃書から得られるところは、さ、来る章全体の十分の一にも満たない。ゆえに、さ、来る将、花、 ミノル衆のいずれにしてもその元となった聖書がなければ、ならず、それは、結局のところさ、キタルの手になるものと見るほかはない。正門多流の秘蔵書であったならば、企画、乱説ならば、花、ミノル衆の企てはなかったであろうし、挙録、思考、越人、野派などであれば、これを非することはない。土方には、三冊子があり。 三風の秘蔵書にはこの聖書と見られるものはない。結局のところ、さ、ひたるのつてと見るのが最も合理的なのである。勝峰ね新風の日本廃書体系によれば、1745年に、伊豆つやより刊行された、九三千、大和傘を区付けに、正文表敬著月、両五線さ、狂い著三冊と見え、さ、ひたるの著と伝えられるものが、遠京以前に、 すでに刊行されていたと知れる。川西徳三郎の和路文庫廃書目によれば、溝口ソマルの1755年刊行廃海教訓百首に、刊末付録としてある、さ、来る先生カタロンは、古ミノルと修行にあたるものであり、元は1753年の夏に、さっくるミノル期という書から抜け称したものだという。花、ミノル州は、 馬章の没した1694年の冬に、企画が落死者で越念した際の対談を元にしたとされるが、中村文国の1696年3月間、馬章案小文庫からの引用がある点から完成は、それ以降と見られる。さ、来る章はさ、来たるの生存中に成功したと見るほかはない。志田義秀は、さ、来る章を疑うと題し、これらの資料をもとに、さ、 クルショウの成功は原文内し教法以前には、遡れないとして、さ、クルショウはさ、キタルの信奉者が、花、ミノル州から記事を取り、語る人物を取り替えてさ、キタルを商用し、ひいては、江戸座一派やミノ派、伊勢派などに対し巨来系統の優位を示すために、作成されたものであると論じた。これに対しエバラ大蔵は、さ、クルショウが、花、 ミノル州から材料を借りたものとする説を強く、否定した。1762年の大島良太、具徳坊ネズミバラ戦、廃徊無門罰は収録する廃は48編中29編が、さ、来る将の流用、または抜け粧であり、その内容は、さ、来る将4冊のすべてにわたっている。1767年成立の左立案なし1、元の清水に、 参考書籍の一つとして挙げられた、さ、クルシウなる書は、さ、クルシーと同一の書であろうと目される。一方でこの内容、その角の文流と伝える書は、花、ミノルシウ以前には全く見られず、むしろ、さ、クルシー本国の動きを知った、江戸座一派が、自派の権威を高から占めるために、花、ミノルシウを作成したのであり、花、ミノルシウにこそ、 文中の文答者を取り替えた作為があるとした。江原は、さっくる将の古写本の中でも、古史道文庫に造する一本に注目し、実際に検討を加えた。この本は、戦史表と道門表の二辺のみ現存するが、干末に添えられた、警報培葬による式後には、ある時地府の館に歩ける、若杉の何菓子と風がを語るに、書き落ち者の草行その家に残。 釣リオキナの禁言、門人の口論、おさむ教、古見の四つの巻なり。とありもとは、小見のると、修行の二辺も損していたと見える。またその書体、用紙はさ、来るの時代のものとして受け入れがたいものではない。この式語の通りさ、来る自身の総功であるならば、さ、来る将の心願は立ちどころに決着する。エバラは現存するさ、る親戚との称号では、さ、 古字とと確定できないとしたしかしこの本は普通の写本とは異なり、文章をとまつし、書き加え、二通り三通りに記すなどびただしい、添削遂行の跡がある。余つさえ源氏がわからないほど塗りつぶしたところもあり、模写したものとは考えがたいと論じた。無論これはさ、来たるの総工ではなく、儀書作成者の総工であることも考えられる。しかしこの本はさらに、 裏面に、さ、来る将本文と同一の筆跡で、渡り鳥衆夜巻の走行、さ、くるが、伊藤二間に送った、論書などが記されている。渡り鳥衆は、七がさ、来タルの講演を受けて戦したものであり、この走行に見える、遂行の結果は、渡り鳥衆半本とすべて一致した。この間一行枠、この追加を裏に送り手等とある注意書きも、半本ではその通りになっている。 エバラはこの総工の筆者は、渡り鳥州の先者であるウシチ、または二間アテロンの筆者であるべきさ、キタルと推定し、当然、さ、クルショー本文についても、ウシチかさ、キタルの筆になるものとした。さ、クルショーがウシチの筆録によるとの説は、従来も伝えられてきたものである。さ、キタルと親しくぎ、ウシチの親戚と称するものは、わずかな短冊しかなく、 筆跡関係による客観的な証拠は得られなかった。江原は今後有力な親戚が現れることを待つとしながらも、この腰指導文庫本こそは間違いなく現存する、さ、苦渉の後本であると結論づけた。その後、岩淵悦太郎は同僚である、本庄実の家に伝わる土方、半山宛書館が、さ、苦渉にまつわるものではないかと杉浦昭一郎に教示した。 本庁は杉浦にとっても大阪高等学校時代の恩師である。その家は、東道家の家臣で代々上野の藩主という優秀、正しいものであった。杉浦はこの書簡と江原の示した古指導文庫本は、筆聖が全く同一であることを確認し、また、廃人親戚全集来五館に見られる、季節、お得に当て書簡や、場所門個人末席の森久風、海江久などの差、 苦る筆とも疑問の余地なく、同筆生であった。ここに、さ、来る章広本及び、理ンの渡り鳥州、二間テロン書総工は、すべてさ、クル親戚と確認され、その診断はついに決着がつくこととなった。さ、来る章半本所蔵、国文学研究資料館提供、人文学オープンデータ共同利用センター、日本古典籍データセットより、ありがとうございます。